配信開始します。はい、よろしくお願いします。じゃあ画面を切り替えた方が良い時に言っていただければまた、そうですね、配信されてますので、はいはい、今日どこまで行くかね。まあ同時視聴者数ちょっと 1,2 名なんで、どうですかね、そろそろ皆さんチャットとか書いていただけるとね、なんか質問とかあったら、本間さんに質問あったらチャットの方にぜひ、この機会ですからいろいろ最新の中学入試情報、ちょうどね昨日みんなで話してたからね、そうでしょうね、最新の情報が、まあ、そうそう、すごかったんだけどね、ハイブリッドでミーティングがあって、ああオンラインとね、いろんな情報が、そうですね、大学受験から、そう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 、面白かったね、はい、あ、今日大きい予備校3つの名前が出ちゃうけどいいんじゃない？ああ、いいんですよ、全然ね、一応市場ということでね、競合ではありませんので、それがすごいよね。いやいや、競合と認定されてないだけですね、向こうから府中は。いや、それがいいんだよ、そのうちに、そのうち、そう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 、さあ、じゃあ時間になりましたからやっていきましょう、はい、はい、じゃあこんにちは、こんにちは、はい、はい、第17回、グリックウィークリーエイドの時間がやってまいりました。今日もですね、本間さんと2人で、はい、やっていくことになりますけれども、はい、一応今回もなんかゲストがバーチャルにいるという、ゲストというか、前回ね、冒頭ね、私学人ということで、はい、今回も麻布の先生ですね、そうですね、はい、平秀明校長先生ですね、はい、あのいつだったかな、2年前かな、はい、あの首都圏模試センターの山下社長と、あの教育研究所あの所長の北さんと、がそのなんだろう、取材に行くというので、はい、僕はひょこひょこくっついていっただけなんですけどいい顔してますよね、はい、まあそんな、でその2月の29日にちょうどそのまさに第1回目の緊急事態宣言、はい、これが出るにあたってあの職員へっていうね、なるほど、そういう、あの平先生、メッセージを子どもたちに出した、その最後のパラグラフですね、ちょっと読むかな、はい、あの自宅での勉学は普段学校で受ける授業とは違い、自分の興味関心を広げたり、日頃読めなかった本を読んだり、弱点を鍛え直したり、また関心のある事柄を深く追求する良い機会ともなりますと、もうねこういう感じでしょ、で次はね、まあさすがというかね、はい、あの英国の音大大な科学者アイザック・ニュートンは、学生時代にペストの流行で大学が閉鎖となり、ロンドンから離れた郊外でゆとりあるね、試作の中で培養引力の法則を発見したと言われています。なるほど、そうなんだ。諸君に与えられたこの時間をね、ぜひ有意義に過ごしてほしいと思います、っていうね、メッセージ、ポジティブですね、そう、はい、でまさにこういう入試だったね、今年は。なるほど、そういうことですね。だから全て集約されるここに、で、だから2月の29日に、はい、実は僕たちが一生懸命ね、私たちが一生懸命今年の入試のね、あの傾向っていうのを大づかみにしようと、わしづかみにしようとしているのを、平先生はすでにここで語っていたと、いうことですね。やっぱ違いますね、まあ、それで、今日ね、あの最初に入試問題の話もいいんだけれども、はい、まあ、こういうような事態になってくるとね、市場もやっぱり変わってくると。そうでしょうね。今までのような知識ベースの、入試をガンガン出していくっていうわけではなくなってくると、はい、そうすると今まで、あのそういうものを出していた学校がこのニュートンのようにね、試作の中でっていうそういう問題を出してくると、そうするとあのそれを出すその学校と出さない学校って、その色分けがはっきり実はしてきたと、これは帰国生でもそうでしょ、まあ、帰国生ね、入試問題はなかなか公表されないんだけど、
まあ、生徒からその間接的にね、うん、あの取材っていう形で聞いてね、あの、あの聞く内容をね、あの言うと、うん、例えばエッセイなんかね、やはりその2020年を振り返って、うん、あなたがね、おじいちゃんのあなたが孫にね、2020年をどう語りますかとか、うん、なるほど、これ英語のエッセイ、渋谷幕張の問題ですけどね、 おじいちゃんになった時にっていうね、うん、この視点が結構面白いですよね。おじいちゃんになった時にという認識のレンズを与えるわけね、うん、そうですね、さすがだね、うん、面白いですね、それはね、うん、意外とこう具体的なようで結構抽象的だよね、うん、そうなんですよ、うん、すごい、ちょっと相対化してこの時代を、ね、うん、遠くからまあ見た時にどう見えるのかっていう、うん、そういうことですもんね。帰国生の入試問題、うん、実はね、うん、それに通じるような問題を、うん、あの一般の入試でも出してきたっていうね、うん、あのまあ、それが施策だよね、あ、それはね、うん、だからこう事実をこう丁寧に読んで、うん、でまあ、自分の知識と組み合わせて論理的に解くだけではなくて、今みたいな、うんうん、未来に向けての認識のレンズをこうスッと与えてさ、うん、それをどういう具合に活用して、考えることができるかみたいな、うん、まあ、さ帰国生というか、まあ、例えば IB なんかは、うん、そういう記述多いよね。そうですね、それはね、まあ、前もちょっとお話ししたんだけど、うん、あの2つの、ね、パッセージを、うん、全く関係のないパッセージを比較するっていうね、うんうん、これはまあ疲労で、今年はずっと全部の入試で多分それが出たんですけど、うんうんうん、エッセイ、あのごめんなさい、エッセイじゃなくてフィクションね、うんうんうん、物語と詩が出て、うん、それの共通性とか比較するエッセイっていうのは、これは IB で出てくるタイプの問題なんですよね。そうだね、うん、だからそういう単純にその読解理解読解理解で終わらないで、うん、そこをこう何かケミストリーをね起こさせる、つまりそこから、まあ、コンセプトベースって向こうは言うんだけど、うん、そのまあアイデアだよね、そこでどんなアイデア、うん、どんなコンセプトが生まれるか、うん、そこをやっぱり考えてる、うん、考えようぜっていうのは、そうなんです、ね、なかなか一般の中学入試ではその、ね、あの今日はあんまりその話はできないけれど、清学院とか下越とか、うんうん、工学院の思考力入試っていう枠の中ではやるけど、やります、ね、うん、2科4科だとなかなか出しづらいでしょ、うん、まあ、でもあの先週麻布の問題を見て、うん、あの感じた通り、結構そういう問題を思い切って出してきた学校と、うん、出さなかった学校、うん、くっきり分かれてきたって感じですか。それが入試問、うん、たかが入試問題、されど入試問題で、はい、それがやっぱりカリキュラムにも反映しているっていうのが、うん、まあ、分かるわけじゃない。そうですね、特に帰国生の入試はそうだよね、インター、うん、そのコースみたいなとか国際生クラスみたいなところを持ってる学校っていうのは、そういう結構骨太の、うん、だけど単に字数を書かせるっていう問題じゃないよね、それはね、うん、そうなんですね、それはね、うん、それは当然授業の中でもやってるわけでしょ。そうですね、普段の授業がそういうところにやっぱ反映されるっていうことですね、うん、だから結構その入試問題が、うん、あのなんていうの、学校選択の鍵になるっていうのは言い過ぎかな、うん、でもまあ見れば大体どういう授業を普段してるかっていうのは分かると思うんですよね、うんうんうん、ですよね、うん、まあ、そういう感じで、はい、まあ、入試問題と、うん、中学入試のマーケットっていうのが、うん、今まではあんまりね、あの結びつかなかったと思うんだけれども、うん、実は今回結びついたんじゃないかっていうのが、うん、まあ、一つの仮説ですよね、うん、そこを話してからいよいよいろんな問題、うん、具体的に、うん、まあ、今日はコンセプトとファクトですね、はい、それはね、はい、で、すいませんこれちょっと、うん、あの僕の本場の音なんですけど、はい、ちょうどその2月の1日から7日っていうのは、うん、東京と神奈川 の中学入試が行われていますよね、はい、まあ、つまりその首都圏の中学入試の、まあ、なんていうかな、ピークというか、うん、まあ、人数もたくさんいると。でここの間に、まあ、本間ノートの記事にあのアクセスしてくるわけですよ、はい、それはもう相当あのこの時期ってのは来ますよね、うん、まあ、1ヶ月にしちゃうと3万人ぐらいしか、3万人すごい、いや3万人って、うん、だってほら30万とか何十万と比べればちっちゃい。まあ、でも中学受験の世界でそれだけ集客するってのはすごいですよ、まあ、でもあのアクセス数じゃなくてユニークユーザーっていうことだから、うんうん、なおすごいんじゃないの、それ、まあ、それがだから3万人ぐらい見に来てくれるんです、うん、この時期はね、この1月2月3月は、うん、
はい、それで特に2月の1日と7日っていうのがガーッとこう来るんだけど、はい、これを見ていただいて赤が、まあ、ニューパワースクールっていう名前をねつけて、はい、NP 市場と。なるほどね。で今まではこういう、特に三田国際、うんうん、三田国際は常連なんだけど、はい、ベスト10入りいつもするんだけれども、うんうんうん、まあ、特別な学校だよねって今まで思われてましたよね、はい、英語もその、うん、だってその国際線入試なんて英検一級がバンバンいるんでしょ。そうですね。そう C1 英語でしょ、ね、もう小学生でね、ね、はい、だってほら英検二級あれば、うん、大学受験、大学受験の総合型選抜の資格になるわけですよね。十分になっちゃいますもんね。で2級の次が準1級でしょ、うん、準1級でさらに1級、そう、ね、だそれは特別な学校だと思われてきた、うん、実はね、うん、でプロジェクトベーストラーニングとかプログラムベーストラーニングって PBL も全ての授業でやるから、はい、いつ行ってもどこのドアを開けても先生方やってるわけだよね、うん、ね、それは、うん、それから一人一台は当然、うん、もうとっくの前にやってたから、ね、うん、そのパンデミックがあっても、まあ、別にね、うん、同じようにやられてるね、はい、まあ、それからやっぱりその哲学的なことは、うん、その やるよね、はい、それからもっとやるのはサイエンスがすごい、うん、だからやっぱりこう特別な格別な学校だと思われてきて、うん、いたと思うんだけれども、はい、実は、まあ、三田国際ほどはいかないけれども、うん、同じようなその同じようなっていうと、うん、同じではないけれども、うんうん、いわゆるこう一方通行の授業とか知識を詰め込むっていうのはもうやめたっていう、うん、はい、そういう学校が増えてきた、うん、でそれも去年までは、うん、まあ、謎の学校とかね、謎の学校、そのちょっとこうなんか異端とかね、うん、思考力入試とかけしからんとかね、あ、そういう話だったわけでしょ、うんうん、ところが今はそうではない、うん、なるほど。だからこう見ていっていただくと、まあ、最初のところはどうしても一般的なその受験の傾向とか、ええ、そういうのが多いんだけれども、だんだんこういくとね、うん、ほら赤字が多くなりますよね。あ、それは、まあ、これがニューパワースクールって考えてるんですよね。いろいろあるけれどね、うんうんうん、だ三田国際を基準にしちゃうと、うんうん、みんななかなかね差があるんだけれども、うんうん、でもまあ同じような、うん、匂いがする学校って言った方がいいかな、うんうんうん、それは、うん、それから、まあ、50まで出すとこうなっていくわけですよね、うん、桐蔭学園は一見、うん、昔は東大英語だったけれども、あ、今は完全にアクティブラーニングを、ね、はい、やってトランジションっていって新しい、うん、そのキャリアデザインを入れたりして、すごいニューパワーなんですよ、うんうんうん、もうラグビーも強いし ね、うん、もう今やラグビーは、うん、さ、スポーツの中ではなんかすごい人気じゃないですか。そうですね、うん、それはまあそんな感じで、うん、でね、こういった学校の情報って実はすごい大事で、うん、やっぱり国際生入試、帰国生入試って、ね、うん、なるほど、うん、彼らの学校選抜っていうのは、うん、この学校の選択ね、うん、の仕方っていうのは全く偏差値じゃないんですよ。そうだね、だって英語環境とかね、そうそう、その学びの PBL の環境を、うん、つまりインターと同じような環境の学校ないですかって探すわけじゃない、うんうん、そうすると、まあ、今確かに三田国際すごい難しいから、うん、そこだけでっていうのはなかなか現実的じゃないんだけど、うん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 、じゃあ毎日の時にね、閉眼校どうしましょうっていう時に、うん、こういう学校の情報っていうのは大事なんですよね、うんうん、そうそう、昭和女子大附属の昭和は、うん、ええ、どうだろうね、50代ぐらいの保護者だとすると、うんうん、ニューパワーとはもしかしたら思えないかな、うん、まあちょっと校長先生怒られちゃう、イメージとしてと、ね、ただ今は違 う、そう、 今、 違う、ね、今は科学もやるし、うん、はい、もちろんグローバルもやるし、うん、その、まあ、SGH とか SSH とかそれもガンガン関わるようにやっていくし、うん、ね、英語の環境すごいですよね、うん、すごいんだ、うん、でまあ今その、まあ、誰とは言えないけれどさ、うん、政治家 の、 その失言で、うん、単なる失言の非難で終わらずに、はい、もっとそのなんていうかジェンダー不平等に対して、うん、議論がこう湧き立ってきたよね、うん、だから形式的な平等は日本は得意だけど、うん、そういう実質的な平等っていうのはこれか ら、うん、だからそういう意味では昭和女子とか それからカリタスとかね、うん、この女子校が、うん、ニューパワーで頑張るっていうのは最高にいいんですよ、うん、ですね、それって女子だけの問題じゃないじゃないですか、うん、やっぱ男子こそね、そうそう、うん、
身につけなきゃいけないんだけど、これまでのねやっぱ社会ってどっちかっていうと、例えば英語屋って言い方があって、うん、その英語屋さんで便利な人っていう使われ方をしてね、うんはいはい、でそういうのを管理職が自分は英語喋れないけれどもっていう風な、うんうん、で女子がそういう役割をね、うん、女性がやるような構造があったじゃないですか、うんうんうん、でも今これからのそんな企業やってたら持たないでしょ、うん、直に管理する人とか ね意思決定する人が直で英語やったりやり取りしたりしないとっていう時代だからね。だから、うん、今ほらダボス会議で日本はほら ごちゃごちゃごたついてる時に、うん、もうザ・グレイト・リセットだとかね、うん、タレンタリズムだとかやっていて、はい、あのダボス会議は世界経済フォーラムでしょ、うんうん、で日本にも あって、うん、その日本 その世界経済フォーラムの日本代表はなんとさ東方女子 の OG なんだよね。だから、うん、ね非常に頑張ってほしいよね、うん、そうですね。やっぱこういうところから排出されてるんですね。そうなんですよね、まあ、ニューパワーですよね、うん、あのニューパワーっていうのは単なる新しさじゃないよね、うん、あの老舗でも、ニューパワーにこう変容していくっていう、うんまあ、時代だよね、うん、だから、まあ、麻布は一応その御三家の方なんだけど、うんまあ、本質的にはニューパワーかもしれないんだよね、うんうんまあ、でもまあ御三家の方で入れて、うんまあ、こんな感じでなるほど、はい、やっているんですよ、うん、それはどうですかこの仮説は、うん、じゃあなんかしっくりきますよね。しっくりくる、うん、ありがとう。いや確かにだからこういうニューパワーの学校っていうのは、うん、保護者からだんだん支持を受けてきてるでしょ、うんうん、だから開発なんかも難しくなりましたね。かつては全然もう、ね、まあすぐ怒られるけど、ね、そんなこと言ったらね。本当英語入試うちも苦労しましたよ、うん、2月の英語入試。あ本当、うん、グリックもグリックも苦労した。だからおそうね、結構、うんまあ、国際性入試でねたくさん受けに行って、うん、ぶどまりが良かったじゃないですか、うん、ね、うん、多分あんまり受けなかったんじゃないかなっていうね。それでか分かんないですけど、うん、英語入試の方は、うんまあ、他もそうか2科4科もね、うん、2月の入試結構厳しかったように思うんだけど、うん、難易度がぐーっと上がってきてる感じがしますね、うん、今回は、うん、その出願総数でいけばね、うんあの去年よりも減ってるところもあるけれど、うんまあ、それはでもコロナでやたらめったら閉眼しないよね、うん、リスクが高すぎるから、うん、だからきっちり、うん、あの計算して、はい、あの閉眼を組むから若干下がる。でもね、うん、実は実受験っていうのは増えてるんだよね、うん、ああそうなんですか、うん、なんでしょうねこの、うん、それはあのやっぱりね従来の市場と僕はね変わってきたんじゃないかなと思ってる保護者が、うん、結構あのそういう意思を表明し始めてるような気がする、うん、だってね結構相談僕も受けるんだよ。ああのグリックの保護者だけじゃないんだあのフェイスブックでさ来るんですね、うん、来るんですね。そう、うん、だから、うん、ここに挙げたのはちょっと名前出しちゃうけど、まあ、一応大手のね、うん、そのマーケットだから、はい、あの早稲田アカデミーさんとか、うん、日能研さんとか、うん、サピックさん、はい、でこれね、このね大手3つ の塾っていうのは御三家に関してはみんなまんべんなく入れるわけよ、うんうん、あの多い少ないはあるよ、うんうんうん、ところがこのねニューパワーっていうとこっちのこのニューパワーからこれから出てくる、うん、ラウンドスケアスクールっていう市場があるんだけど、うんうんはい、これ見ればわかるように、はい、まだまだ知られてないわけ、ねはい、ところがさ、うん、ここに挙げたね学校は、うん、ニューパワーの方の市場の方が、うん、みんなまんべんなく入ってるでしょ、うんで和洋九段さんなんかは今年すごい伸びたわけ、うんうんうん、あの人気でこれすごいですよね和洋九段ね、うん、今年すごい、うん、いやだから、うん、それはあの実はねフェイスブックに、うん僕あのまうん、何回か記事、ね、S さんのね、うんあのうん、保護者からメールがあって、うん、いや、うん、あのちゃんと新種の希少のね、うん精神を持った保護者がいっぱいいるんですよと、はい、だから別に御三家だけ狙ってるわけではないという、うん、これはしっくりきますっていうね、うん、あのってことはメールもらいましたよ、うん、市場がやっぱそういうふうな方向にね来てるかな、ねうんうん、僕も何件かそういうご相談を受けます、うんうん、だからやっぱこのままでいいのかっていうねその不安だっていう、まあ、こういう塾かどうか分かんないですけど、うん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 、今通われてるね、うん塾さんでやってるけれどもっていうね、うん、でまあ英語も力伸ばしたいしってお悩みの方の相談を結構聞いて、うんうん、
だからこれ、まあ、でもニューパワースクールは、うん、あの共通点は、はい、海外のネットワークをしっかり持っていて、うん、それは単純にほら、はい、研修旅行ですとか、うん、あのなんだろう海外留学ですとかっていうネットワークは、うんまあ、それはあのご三家を頂点にしたピラミッドのね、うん、市場の中でもあるわけだよ、ねうん、だからそうじゃなくて向こうのコミュニティがあってさ、うんうん、そうですねあの向こうのいろんなその私立学校のコミュニティがあって、うんまあ、それの最たるものがラウンドスクエアなんだけど、うんうんうん、でもラウンドスクエアだけじゃないんだよね、うん、いっぱいあるあのケンブリッジイングリッシュだとか、うんUPAA、APUU なんだっけ、うんうん、そういうありますね、あるよね、うん、あのいろんなのがあるわけですよ、うん、それはブリティッシュコロンビアだとかオンタリオだとかアイルランドだとか、うん、で実際にそれでねあの卒業資格もダブルディプロマで取れるとか、うん、いろいろありますよね、うん、それはね、うん、そういうところとやっぱりこう結びついてるから同じ帰国生でもこのニューパワースクールを受けようと思う帰国生と、うんうん、そのご昔からあるねあの御三家を中心とする、偏差値競争の中に入っていくという帰国生と、まあ、両方あるけどどうですかニューパワースクールに行きたいっていうか、うん、行かせたいっていうか選択したいっていう帰国生の親御さんっていうのは、うん、なんか増えてる感じしません？そんなことはない、うん、いや増えてるでしょうねだから、うん、そのさっきもお話したようにまず併願っていうところでねこういう学校をやっぱり選択したいっていう、うん、あの方が多くなってる、うん、だこれまではその帰国生の、ね、多いっていうとやっぱ下越有明とか、うんうん、あの限られてたんだけど他に、まあ、もちろん三田国際はね、うん、そうこれも鉄板だよね、うん、今ね、うん、だそういうふうにだんだんあのここに挙げられてニューパワースクールとか、うん、ラウンドスクエアの学校ねこういったところが選択肢に入ってきてると思うんですよ、うん、で学校選びでねちょっとあのさっき本間さんにこのあれが始まる前に、うん、配信始まるちょっと話したんだけど、うんうんあのあれね、貴重な話だよ、うん、ぜひいやつまりね今回のコロナので、うん、明らかになったことがやっぱあって、うん、前々からそうなんだけど結局移動が制限かかるわけじゃないですか、はい、帰国してから2週間ね、はい、隔離自宅隔離だとか、うん、で実際でもあの帰国もできないとかね、うん、そうすると受験ができないとか、うん、でこれ日本の国内の保護者で中学受験目指している人からすると、うん、パニックですよね、うん、人生返してくれみたいな話なんだけどあのね、海外の方って、うん、自分の今学んでる環境がね、うん、必ずしも悪くないんですよこれがね、結構ポイントで、うん、だから何が何でも中学受験ってわけじゃなくて、うんうん、確かに途中でなんかポンと帰って、うんうん、わけわかんない学校って失礼だけどなんか行くのだったら、うん、ちゃんと中学受験でいいところを選びたいっていう選択をしてる方が結構多いんですよね、うん、だからそのまあこの中学受験の市場っていうのは、まあ、通常、まあ、小学校3年生とか4年生から3年間なり勉強してね、うんうん、それで受験を目指していくっていうふうに想定されてるんだけど必ずしも帰国生はそういう感じで選んでないし、うん、帰国するタイミングだって分かんないということなんですよねだからそういうのを、まあ、それこそさっきのね、うん、海外のことよく分かってる先生がいる学校っていうのは、うん、その子たちの特性とかね何を期待してるかとかいうのがよく分かるわけですよ ね、 そうだね、うん、だから東大の進学実績とか見せられてもピンとこないし、うん、まあね海外行っちゃうから、ね、今うちのいるこのインターも悪くないんですけどこんな雰囲気で勉強できるところないですかね、うん、とかいう、うんうん、そういうのに近い学校がこのニューパワースクールです、ね、だからその帰国生も、うんまあ、そう従来型の帰国生もいるけれども、うんうん少しずつじゃなくてだいぶそのニューパワースクールの市場を、うんあのまあ、ネットがね最近ネットで調べられるから、うんはい、あの昔はほらネットがない時には、うん、いくつかの学校しか知らなかったもんね帰国生がいたあそうだね、うん、でしょそうそうそうだからよく僕も行ったよね、うん、だから専属さんなんか知らなかった最初ロサンゼルスに行った時に、うんうん、もうあれは15年ぐらい前だけど、はいはい、でそういう素晴らしい学校があるの、うんうん、から始まってる、うんうん、でも今は誰もそんなそう、ね、もうネットでシャカシャカ見てやってるから、うんねはい、だからそういう意味では帰国生が支えてくれている、うん学校っていうのはこのニューパワースクールなんじゃないかなと僕は思うけどね、うんまあ、それだけじゃないけどね、うんはい、それだけじゃないけれど、うん、あとまあ思考力、うん、一般入試で、はいいっぱい出す学校だよね、うん
で大妻中野さんなんかは、うん、割と大妻グループって言うんで、うんうん、あの老舗のような感覚を持たれるかもしれないけど、うん、もう全然違うもんね、うん、そうですね、うん、すごいでしょ帰国生の数が帰国生も多いしね海外にどんどん出て入試やってるし新種効力入試とかさそうですね早稲田が始める前にやってるわけだからそれは前でね、はいすごいだからその、うん、こうだからなんていうかなニューパワーっていうのは伝統をこう変容させるってことだね、うん、もちろん新しい三田国際のように完全に新しくなるっていうニューパワーもあるんだけれど、うん、伝統をこう変容させながら、うん、なんていうんだろうねそういう学校だよねそうですね、 そうね、うん、でだからあのその御三家のうん、を頂点とするピラミッド型はその中で、偏差値競争をするっていうのはそれはそれで僕は意味があると思うんですよ、うんうん、だからそれは大いにやってほしいんだけれど、うん、あの片方でニューパワーはねさっき鈴木さんがねあの言ったように残念ながら偏差値競争じゃないよねここ、うん、まあ三田国際難しくなっちゃったから、うん、あの偏差値は関係があるけれども、うん、やっぱりその価値を見つけて、うん清学院に偏差値60、65の子たちが、うん、この学校に行きたいんだって言って行くわけじゃん、うん、そうですね、うん、だんだんそうなってきたよねなってますね、うん、だから、かつ有明なんかもさっき言ったように、ね、難易度が上がっちゃって、うんうん、まあある意味その偏差値序列でいうと上の学校に受かるけど、うん、かつやられちゃうとかね、うん、それはあるね、うん、だから偏差値ではなもう分からなくなってきてる、うんうんまあ、それはもう三田国際は顕著で、うん平安御三家でしょうか、うんうん、それは、うん、で、三田国際は、うん、それは受からないよね、うん、だけど御三家は受かっちゃったっていうことそうでしょうね、うん、実際いるわけですよ、うんうん、でそれは問題の作り方がねやっぱり三田国際は 30%30%30% で、うん、あのそのニュートンの施策に関するの問題をやっぱり出すわけだよね、うんうん、下越はもう当然出すじゃない、うん大妻の中でもみんなここに挙げたのは出すよね出せますねそれは、うん、静岡聖光もすごい人気でねここも今年はですね、うん、だからそのニューパワーが、うん謎の学校ではもうなくなって、うん、ちゃんとしっかり 20% シェアを、うんまあ、ざっくりだけれど持ってきたっていうそうするとねあのどっちにしようかなって迷っているこの 60% のグレーの、うん学校とはっきりしているっていうこの色分けがね、うん、あの出てきたねだからこれまあどうするんだろうね、うん、それはね、うん、まあそんな感じですはい、はいまあ、そういうな流れの中で、うん、その実はその一般の今日はね2か4かのテストなんだけれども、はい、そのニュートンが試作をしたような雰囲気のね、うんうん、問題っていうのがまあそれは先週麻布でちょっと見ましたけど麻布だけではないんだというのを見ていきたいと思います、うんはい、それでまずこれです、うん、帰国生がいっぱい受けに行く、うん渋々と言われている、はい、渋谷教育学園渋谷ですけどどうですか、うん、この問題、ね、インフルエンザそう、うん、これだからうん、あのパンデミックの問題を直接出すっていうのはいろいろみんな各学校迷ったと思うんだけど、うんうん、出してきましたね、うん、なるほどねこれはね、うん、これすごいですよこの格好には、うん、この資料8と資料7のね、うん、その両方の絵を見て、うん、そのこの時期にインフルエンザがどのように日本に伝わったか、書きなさいってわけねこれ単なる事実の積み重ねでは無理ですよね、うん、難しいですね、うん、これはだってそのあの資料7の方は有名なそのシベリア出兵 の、うん、あの絵なんまあ、写真なのね、うん、だから当然あの今ほらイギリスやなんか、うん、あの来るとみんな隔離されちゃうじゃない、うんうんうん、それは海外から来るとあの感染を広げるからだよね、うん、当然このシベリアから帰ってきた兵隊さんたちが広めたんだよ、ね、で書いて点数取れないんだよねうんそうじゃないですか、うん、それだけだったら今までなんだよ、うんうんうん、だけどこれはそもそもシベリア出兵を、うんそういうあの政治的な、ねうん、軍事行動を起こすことによって、うん、あの米価が上がるわけだよね、うん、物が上がるわけだよ、はい、それじゃなかったとも見たじゃん僕らは、うん、マスクで、うん、マスクね、うん、売り切れでねそうそうそうでもそれどころじゃなくて、うん米だからね、暴動が起きるわけだよね米騒動ですねこれね、うん、だから
そのことをちゃんとつなげて、うん、一応書かなきゃいけないわけよ。あ、そうなの。マスクも書かなきゃいけないの。そう。ね、だからマスクではないんだけど、うん、あ、マスクはとりあえずいいでしょ、回答に。それはだから、ね、あのアナロジーだよ。直接その話は入試問題は出さないけれども、うん、ここがね、だからさっき言った、うん、IB で言ったら、うん、コンセプトレンズってやつなんだよね、うんうん、その、今回のシンクロナの感染とこの時のスペインっていうね、うんうん、全く事実でファクトとして違うんだけれど、うんうん、そこに共通するコンセプトは何なのかっていうのを、うん、この絵で ね、あのレンズを与えたわけだ、うん、で描かなきゃいけないわけ、うん、すごいね。すごいでしょ、うん、100年前だが、この、うん、このなんだっけ、スペイン風邪でしたっけこれ、ね、そう、第一次世界大戦 ね、うん、このスペイン風邪自体には着目した軸は結構あったでしょうね。それはありました ね、うんうん、その米騒動とマスクの売り切れて、うん、ここでアナロジーね、アナロジーが効く軸はそうはないかもしれないね。これだから米騒動と、うん、このシベリア出兵の、うん、まあ、因果関係、それもちろん絶対じゃなくて一因なんだけれど、うん、はい、このことについて教科書では触れないよね、うん、それは。これはだから現状 の、 この僕らが体験しているところでのいろんな問題を、まあ、メタファーっていうか、まあ、レンズにして考えるっていうことかな。うん、これいい問題、まあね、うん、マスクの場合は意図せずっていうか、うん、在庫やっぱなくなっちゃったんだよね。あんなに需要があると思わなかったからさ。米の場合は割と意図があったんじゃないのこれ、これ後になったら高くなるみたいなね、うん、それはあったと思う、あったんでしょうけどね、うん、まあ、そういうそのパンデミックの拡大を引き起こす、うん、その政治経済のマイナスのメカニズムっていう一般化までいくわけでしょ、うん、これは IB 的でしょ。そうですね、帰国生が経験している、うんうん、ことだよね。だから、うん、まあ、心ある塾の先生ならこの問題を解説するときにそういうところを全部含めた授業をするでしょうね、うん、グリックだ ね、 ね、だから、まあ、グリックとは言わないまでもだから結局その入試問題が学校の顔だっていうのはここからそういう先生の姿が垣間見えるっていうことですね、うん、すごい先生がいるんだなと思います ね、 で、 うね、うん、で、片方ね、うん、もちろん駒場東方もいい問題出したんだけど、うん、あえて僕がこれをね出したのは、はい、うん、今回ほら一斉休校で範囲をね、うん、少し絞って出そうっていう学校はいっぱいあったじゃない、うん、で、まあ、つくこまなんかね、山下社長が見えた時にその話してた、うん、言ってましたね、でも時事問題出すわけでしょ、うん、だから、まあ、会ってないようなものなんだけど、うん、あえてコマとはそこをちゃんと意識してるよっていうこの問題出す、これそういうことだったの ね、 ね、うん、これってさ、まあ、きっちりしてるんじゃないですか。でもこれさ、うん、このね、うん、問題があるがために2つに分かれるよね。これ見た瞬間に57って出ることを、うん、あ、きちっと丁寧に、うん、計算する子っていると思うんだけど、これ57って、うん、別に計算式がないから、うん、要するにここにわざわざ円周率 3.14 とするだから、うん、比でいくとね、0.57 っていう係数がもうあるわけだよね、うん、まあ、これ魔法 の、 その数字とか言われていて、うん、使っちゃいけないとかっていう軸もあるんだろうけれど、うん、でもこれ使うよね、まあ、暗記型ってことね、要はね、そう、うん、そうそうそう、だけど、うん、これはちゃんと出せよって話なんだけど、うん、ちゃんと出した子はそこで時間取るわけ、まあね、うん、だって57って書くのと計算するのと全然違うじゃない、うん、そうですよね。だこれはね、意外と二重 の、 そのトリックからね、うん、ちゃんとその範囲を守りました、範囲守ります、守ってるぜっていうのと、うん、まあ、これ難なく言ってくれないとね、うん、時間なくなるよっていう、うん、メッセージだね。すごいこのなんていうか、うん、二重の意味が、うん、スリリング な、 なるほど、ね、このね、意外、まあ、そういうのも今回、うん、パンデミックならではの問題かな、うんうん、で、なるほど、はい、基本ね、うん、これが大事、うん、これね、栄光はこの文章を出したわけじゃなくて、はい、食べるということは、食べるっていうのはどういうことかっていう、うん、藤原達史さんの、もともとこの方は、うん、農業政策の方なのかな、歴史の方なのかな、うん、でその方がその B 面岩波新書っていうね、うん、サイトに、はい、このパンデミックを生きる指針っていうのを、うん、歴史研究のアプローチで書いたわけ。ああ、これがまあ京都新聞に書いてあるように出した瞬間に1週間で30万、うん、僕なんか1ヶ月で3万人だよ10倍、
いやいや、すごいでしょ、まあ、対象が一般ですからね、うん、それは違う。だけどね、うんうん、ここで長い文章だけれど、はい、結構これは学校の先生方はみんな読んでる、うん、でもう英語の先生は絶対読んでると思うんだね、うん、だからこの武漢でその封鎖の日々を日記にね綴ったはカタカタって書いてファンファンっていう、うん、あの、はい、ニックネームなのかな、うん、それ作家が書いていて、うん、これを読むと面白いよね、うん、では文明国家であるかどうかっていうのは、うん、高層ビルとかで車が疾走してるとか、はい、あの軍事力が強いとかテクノロジーが発達してるとか、まあ、アートが多彩で、うん、まあ、これオリンピックのこと言ってると思うんだけど、うん、派手なイベントができるとかね、はい、そんなことじゃないんだと、うん、お金じゃないんだと最後弱者に接する態度、うん、なるほど、これが文明国家であるかどうかなんだっていうね、うんうんうん、これ結構いいでしょ、うん、で全てこれだよね、うんうん、このレンズで先生方は作っていったっていう、うんうん、だから、うん、平校長が試作をしろと言った時に、はい、うん、その試作の、まあ、いろんな試作があるよね、うん、あるんだけれども弱者に接する、態度っていうものを自分たちは考えてみろよと、うん、科学の力であのどうするのかとか、うん、倫理的にはどうなのかとか、うん、食ということ一つとってもそうだとか、うん、あのマスクの話もね、うん、そうなんだけど、そういうの全部つながっていたね、うん、今回は、うん、まあ、弱者に接するってこの場合の弱者っていうのは今の世の中に当てはめると誰に当たるんですかね、うん、これもう僕なんかすぐ飲食店ってさ、そう浮かんじゃうけどね、で食でしょ、ね、だから麻布も教職の問題を出したんだよ、うん、あそうかあった、ね、わざわざみんな食の問題に行くわけだよな、うん、うん、そうか、それは飲食店のね自粛とかああいうことに関連してるってことですね、うんうん、それは会場でもまあ、うん、あの出したりするんだけどね、うん、まあ、こういう、はい、まあ、結局だから、うん、そのさっきの渋々じゃないけど、うん、政治経済のメカニズム、マイナスのメカニズム、うん、そこのところを、まあ、そこが弱者を生み出す、うん、あの大きなきっかけだから、ね、うん、もちろんその SDGs の問題もあるんだけれども、うん、まあ、SDGs も結局ここじゃない、弱者に対する態度、はい、まあ難しいよね、うん、ここで言ってる僕なんかももう恥ずかしいよね、そういう態度があんまないからさ、いや自分が弱者と思っちゃってそれはいや弱者、僕は完全に弱者だな、多分、ね、本当に、うん、そんなもんじゃないよね、うん、なんか SDGs もサステイナブルですからね、うん、その全部ガラリと変えてっていうことじゃなくて維持しつつ、うん、継続的に、維持ね、あの発展していくっていうことを目標にしてるわけだからね、やっぱこういう見識がね、うん、今回問われた、うん、だから当然ニューパワースクールの市場は、はい、もう前面に出してくるよね、それはそう、それからそれがその御三家の、うん、あのまあ、あの太田さんなんかは熟歴社会とかって言ってるわけだけど、うんうん、その熟歴社会ができるようなあの市場の中でも、まあ、自分たちは弱者じゃないからね、うん、覇者だからさ、覇者かあの、うん、あの勝ち組負け組の勝ち組になる子たちに対して、うん、これを問いかけていく、さすがまあ栄光だわな、うん、それは、うん、まあ、そんな、はい、で、うん、これがねまたね、うん、すごいねこれ、うん、縄文時代かなと思ったら平安時代も立花住居だったのかな、そうなんですか、うん、女子学院ですよ、ね、うん、それでこの京都の町や、うん、でこれであの要するに、うん、どう変化したか、うん、ねえ、すごくないこれもある程度ある意味で真ん中で要するにイノベーション、うん、テクノロジーが発達してっていう、うん、そういうことをまあ書くんだけど、うん、まあこれは麒麟が来るで、うん、その京都が荒れていてね、うん、天皇のその、 あの荒廃した壁を崩れた壁を、うん、信長が修復したっていう場面が出てくるんだけどさ、うん、まさに麒麟が来る問題で、うん、それ麒麟去っちゃったけどね、もうね終わってね、うん、でも実は縄文時代に、うん、あの未来に行くんじゃなくてあの新しい哲学とか文化人類学って過去に向かうんだよ、うん、でその過去の中に未来を見る、うんうん、縄文時代の再発見とか、うんうん、スマートシティって何とか、ああ
そういう背景が多分 JG の先生方はあるからこういう問題を出すっていうのは、うん、まあ、なんとなく分かるんだけどさ、あこれも直接そのパンデミックの話はしてはいないけれども、うん、まあ、スマートシティっていうのは、はい、確かにそのソサエティ 5.0 の大事なあれだよね、はい、だけれどそれはどっちかっていうとこういう縄文文化の方に行くっていうことかな、うん、なるほど、まあ、これはずっと JG を追っていないとなかなか見えてこないのかもしれないですけどね、うん、本間さんは社会の問題も全部 JG を追ってるから、うん、つながりがこう見えてくるんでしょうけど、まあ、確かにそういうことか、まあ、JG のその、うん、要するに礼拝でね、うん、先生方が話す内容っていうのが大体、うん、そういうやっぱり弱者への態度なんだよ、うん、それ毎朝、うん、まあ、子供たちも順番で話すんだよ、うん、礼拝の時には。でその礼拝の家だったらこの学校に来ないでくださいってはっきり学校説明会で言う学校だからさ、うんうん、それは。でもう一つはね、はい、これ室町でしょ、うん、町屋でしょ、うん、この時に何が起きたかってこと、うん、初めて日本人が住むという住まうという概念を取り入れるんだよ、うん、これが岡倉天心の、うん、あの茶の本の中に書い、うん、出てくる、うん、あの住まうということは壁や屋根だけではないんだと、うん、そこに存在 の, あの意味があってそれは虚数なんだってこういうわけね、うん、深いな深いあの JG のね数学クラブはもうゲーデルとかなんとかやっちゃうからね、へおもろいよこの学校、うん、おもろいよって言ったら怒られちゃいますね面白いで次が、まあ、会場、うん、会場のね社会の問題は、うん、あのこれ以外に本当にあのめちゃめちゃ面白い、うんうん、あの新しい経済システムのことについて考えさせる問題が、うん、出ていたんだけども、はい、ここではね、うん、このやっぱり口蹄疫という、うん、やっぱり感染症をありましたね、うん、これだよね、うん、でこれが、どうしてね、うん、対策が遅れたのかっていうのを考えたときに、うんうん、あのそのここで資料はちょっと出してないんだけれど、はい、あの経済の合理化が、ね、要するに、うん、あの経済システムの合理化が起きて、うん、少人数で莫大な牛の世話ができるような経済システムを作るわけだよ、ね、うん、そうすると当然、うん、賄いきれないよね、うん、そういう、うん、あのなんていうのかな、ここでもやはり渋々と同じで、うん、政治経済社会 の, その負のメカニズムっていうのを、うんうん、考えさせる、うん、っていうことかな、うん、で当然それは今回のパンデミックそうだよね、そうですね、うん、だからそういうやっぱり、うん、今回こういうなんていうのかな、さっきほら鈴木さんが別々のテキストで、うん、あえてこうケミストリーを起こさせるような、うんうん、で帰国生のエッセイっていうのはそうなんだって話をされてましたよ ね, ね、はい、これ一般の入試でこういうのが出てきたっていう、うん、だ事実について分析してあなたの意見を書きなさいっていう、うん、ちょっと淡白なものではなくなってきたわけだよね、うん、と気づくかどうかは、うん、分析屋さんの解釈次第だけど ね, うん、うん、ね、うんうん、でも会場もまあ毎年この社会っていうのはこういう感じの深い問いが出てくるんですよ ね,、うん、そうですね、うん、これはね僕の知人が、うん、もう20年ぐらい前かな、うん、で会場はやっぱり社会がすごいあの その卒業論文だとか分厚い、うん、まあ、今でいう探究だよね、うん、麻布でいうとあの論集、うん、そういうのをやらせてるんだよねここもね、うん、である時ね それは20何年前も話だよ、うん、父親の会があって、はい、でそれは知人あの友人から教えてもらったんだけど、ええ、こんなことやってて東大入るんですかって、ね、会場の中でもそういう声が出て、はい、うん、いやあのそうこういう概念がある子が東大に入るんですよと、うん、まあ、そこは先生が説明していたって言って感動したっ って、帰ってきてたけどね、うん、まあ、そう今もそれは貫いてるかな、うん、でも帰国生はほらいっぱい行くでしょここ会場は。そうですね、まあ、もちろんこの一般入試ではないんですけども、うん、どうですか会場の帰国生の人気っていうのは。いや、もちろんねバランスのいい学校として、なるほど、うん、かなり高い人気ですよね、うん、つまり
英語だけじゃないでしじゃないですか。もちろん英語の力も強い子が入ってるんだけど、まあ、まさにこの社会の問題に現れているようなね、教養だとか、うん、まあ、将来的に国内のね、難関大学にきっちり入っていくような、そういう力を目指してる、期待してる保護者にとっては、うんうん、ぜひぜひ入りたい学校の一つですよね。でまた、うん、ほら、OB がさ、うん、海外で活躍してるじゃない、うん、だからその海外の活躍の情報っていうのも入ってくるよね、うんうん、それはね、うん、いやだからね、会場っていうのはニューパワースクールって言いたいんだけど、うん、まあでもそうは言っても東大もたくさん入れるから、うん、どっちなんだろうね。それは会場の中田先生あたりが決めることだから、うん、僕の方では言えないけどね、まあ、僕なんかも完全なに21世紀型教育の最先端の学校だと思うけどね、うん、いやまあ完全にそうでしょうね、うんうん、まあ、まあでもまあいい問題でしたね、うん、はい、で次いいですか、はい、また成功がいいんだよね神奈川の栄光成功って、うん、まあ、カトリックの学校っていうこともあるのかもしれないけど、うん、やっぱり弱者への態度っていうのははっきりしていて、これ一見弱者に対する態度はないようなんだけど、はい、実は自由っていうのは2つあって、うん、ポジティブな自由と、はい、自由なんだけど、ね、自由でいいんだよって言ってパコンと叩かれるっていう、うん、そのダブルバインドの自由、国語の問題なんですか。これはね、うん、社会の問題。なるほど、うん、新聞記事が出てて、そうそう、うん、これはねどこだったかな、うん、香港 の、うん、民主主義が今ほら壊れかけてるじゃない、うん、あの場面だったと思うね、うん、だから結構強烈な問題でしたね、うん、それは、うん、はい、でまあこれもやっぱり民主主義の揺らぎだよね、うん、それについて書いてるっていう、そういう問題ですよ。それから、まあ、フェリスは毎回100字ぐらい、ごめんなさい、200字ぐらいまで、今回180字だけれども、論述が取る記述が出るんだけれども、去年はその変えるべき常識について考えろと、で自分はどうやってその常識を、変えていくのかということについて書きなさいみたいな、常識を捉え返すっていう問題があったんだけど、今回はそのほらやっぱりパンデミックでそのソーシャルとエモーショナルとフィジカルの分っていうのが非常にこう注目されたよね、うん、はい、コミュニティブっていうか認知の部分だけじゃなくて、そういう意味ではフェリスの問題も分かるってそもそもどういうことっていうね、うん、そういうことを聞くかね、すごいですね、それは、うん、これは物語を読んで、うん、これはね多分エッセイだね、うん、で改正も物語面白いんだけど、やっぱりエッセイを読ませて、うん、これがすごいんだよね、うん、これがいくつかの例があるんだよ、うん、で思考停止をしないで突き抜ける、なんていうかな、例をね挙げたり突き抜けられない例を挙げてるわけね、うん、例えばみかんの永田農法だったかな、うん、そのみかんっていうのは荒れ地でね育った方が品質のいいみかんができるんだと、つまりこんなところではみかんは育たないよと言われているのを逆転の発想で見事にひっくり返すっていうね、そういう例を出すかと思えば、うん、銀行とかパチンコでね、うん、パチンコと銀行が結びつくっていうのはまあ面白いところなんだけど、そのなんていうのかな、面白いよね、そこで成功すると、うん、その成功体験から抜けられなくなるという、うん、そういうような例とか挙げて、それでこの、その思考停止についてね、どうして思考停止になるとかね、思考停止をこう乗り越えるにはどうしたらいいんだっていうことを中学受験生に考えさせるって、うーん、なんかあったのかね、こういう人ね、このクリティカルシンキング、うん、すごいね、思考停止っていう、まあ思考停止と出てないのか、この言葉が出てくるんだよ、うん、出てくるの、出てくる、うん、へえ、なぜ変われないのか、うん、まさに今回の政治発言ですよね、うん、あれは変わらんね、まあ、それをこう
変えるような動きが出てきたわけだね。うん、これは面白いでしょう。うんうん、はい、はい、まあ、それで次いきますよ。うん、これね、あのつくこまは一見あの範囲を狭めるっていうことだから、うん、すごくこう優しい問題に問題優しい問題ですよこれは。うん、だからこうやってあの 木をね、木片をあの図2とね、うん、図3のようにあの組み方を変えて、このなんていうのかな、図1の中に入れて燃やすと、はい、でそれの実験をするっていうのがこうやって比較対象させるわけよ。そうすると結果がどうなるかみたいな問題、うん、これはきっちりと論理的に考えていけば、うん、まあ一応そう出てくるって感じかな。そうなんだけれど、うん、あのこれも一つのモデルを考えさせるっていうことだよね。うん、それはね、これ非常にそのシステムシンキングなわけじゃない。うん、ここのシステムシンキングっていうのをちょっと解説いただけますか。うん、これはね、システムシンキングっていうのはインプットとアウトプットの、うん、あのいろいろな関係っていうのを、あの考えることによって問題解決するっていう、はい、そういうことなんだよね。うん、だからあの SDGs のさ、あの一番最初はこの前も話したけれども、成長の限界、うん、あのローマクラブが出した、はい、あれがそのそういう入りそのインプットとアウトプットの関係っていうものを、うん、デメリットメリットの両方から考えさせる。つまりこれ図2にするか図3にするかっていうことなんだよ。うんうん、それによってアウトプットの成果っていうのが、うん、あのうまくいかないっていうのがあるわけ。うん、失敗すると、うん、こもるから環境破壊だよね。ええ、ああなるほど。それはゼロサムに持っていかなくちゃいけないと、うん、そういうことが背景にある問題ですね、うん、これはね。なるほどね。うん、これはでも正解っていうのは一応あるわけですよね。これは正解ある、うん、これはね。なるほどね。まあ、でも、うん、その正解はあるんだけれども、こういうそのさっきのフェリスのね、うん、あの分かるってどういうことなのかっていうもののモデルをこれは提示をしてるっていうね、うん、そういうところでこれは簡単だから、うん、あのどうのこうのじゃなくて、うん、ここで仕掛けている実験もその8つのパターン分けしてるわけだね、うん、組み合わせを分けているわけでしょ、うん、でこれを実はこのモデルを自分で子どもたちがあの仮説で考えられるようになるわけだね、つくこまに入るとね、うんうんうん、これは今のところ先生がモデルを提示して考えさせてるんだけど、うんうん、このモデル自体を考えるんだぜってこの、うん、これはメッセージなんですね。麻布の理科もこの間そうだったじゃない、うん、そうですね、うんうん、まあ、でも先生のこう授業の仕方っていうのがこういうのでよくわかりますよね。うん、でこれがだから以前ほら神崎先生と話していた時に、うん、なんだっけ、演液と機能以外に何があったっけ、うん、アブダクションが、うん、アブダクションね、うん、アブダクションだよね。あ、そういうことなんだ、うん、ちゃんとあるわけだよね。うんうん、まあ、そういう難しい話をしないで、うん、優しいこのなんていうのかな、こうデその問いのデザインをするっていうところが、うん、僕はいいなと思う。うん、それはね、だからどんなに難しい科学の最先端も小学校の5、6年生に理解ができるちゃんと共通の構造っていうのを見せることができるという話になるわけよね。うんうん、それははい、はい、いろいろと、うん、でこれはね武蔵の問題、うん、これもなんかシステムシンキングですか。うん、これもシステムシンキング、うん、これは新聞の発行部数も有名な図だけれど、うん、これで何を考えさせるかって言ったら、うん、まあ、その戦後新聞の発行部数がその増加していった理由を考える、うん、まあ、これだからインプットとアウトプットだよね。はい、さっきの図が一応、うん、図というかグラフが一応あるわけですよね。そうそう、これがあるわけ、うんうん、これであの入り口とアウトプット、うん、でそれがだんだんあのアウトプットが減っていく理由、うん、その中で何がブラックボックスの中で何が起きてるかっていうのをシステムを考えさせるっていう、うん、そういう問題だよね。うん、で井の方はその21世紀に入って新聞の発行物が減少してると、うん、当然これはだからパンデミックですよ、うん、
インターネットもあるんだけど SNS でしょ、うん、で新聞をいちいち運んできてもらうんじゃなくてもうインターネットでいいよと。そうですね、だんだんなってくるわけ、うんうん、でこれはまあ意外と正解があるようだけれどもいろんな回答が出てくる、うんうん、それは極めつけなのは問い7だよね。情報をやり取りする手段が多様化したと、うん、ね、その現代において新聞は一体どういう価値があるのかって、回答ないよね、うん、回答あるんだけど、うん、正解は一つではない。そうですね。でしかもねその新聞の特徴をその考えて書きなさいってこれ、うん、多分あの新聞社この回答欲しいよねそれはそう、ね、やはり子どものアイディア欲しい、うんうんうん、だから武蔵はここまで問い7までは今まで寸止めでやっぱり出してこなかったんだよね、うん、あくまでもこのグラフの事実ファクトをどう、うんうん、あの多角的に読み取るか、うんうん、だからせいぜいその居止まりかな。あ、うん、でも、はい、問い7まで考えさせるっていうのは、うん、これがだから試作だよね、うん、あここに平先生の麻布を超えた、うん、その、まあ、御三家仲いいからね校長先生としてね、まあ、きっと話題になったのかな、うん、なるほど。ズームかなんかやったんじゃないかなでもこれ最後になりますが、はいうんはい、ちょっとこの詩はね、うん、著作権のもの、まあ、他のもあるんだろうけど、特に詩は見せることができるとね、全体が見えちゃうからですね、うん、ただやっぱりここもね、うん、さすが体育ですよ、うんうん、何気なく散歩してる話なんだよ、うん、でもその時に行き交う人たちがお互いちょっと釈放したり、うん、そこにその心を込めたね体の動きがあるわけだ、うん、これをこう解読させる解釈させる問題、うん、もう何でもそのパンデミックに結びつけてその画で飲水だって言われるかもしれないけれど僕はこれはこの間ほら、うん、この落合陽一さん の、 あの2030年のここデカルトからベイトソンだっていう、うん、それが結局あの SDGs のなんていうのかな、要するにデカルト的には SDGs は解決しないと、考え方物の見方価値観を変えようねっていうのが最後の後書きのところで書かれてる、うん、そんな話をしたんだけど、このまさにベイトソン、うん、体と心は二元論じゃなくていろいろ結びついてんだよと、うん、関係してるんだよと、うん、いう話だよねこの。そうですね、それは、うん、まあこれ大学受験とかでもねよく出てくるタイプの概念ですね。あ、そう、うん、そういうレベルでしょう。あの身体、なんていうの、身体の、あの論っていうかな、うん、体と、ね、こう精神っていうのが、まあ、分けられないっていうか、体で考えるみたいなさ、うん、演劇的知とかよくあるじゃないですか、うん、ね、まあ、ああそうだ、さっきの思考停止の話は、うん、山田玲司さんって言って実は漫画家が描いてるんだよね、うん、だから随分柔らかくなってきてるよね、改正もね、うん、まあ元々改正柔らかいけどね、うん、ああそうですか、あの文章はね、うんうん、いやいやすごいですね。いやそういうね、うん、ところなんだな。それで、まあ、まとめてみるとどうなるかっていうと、あの2021年のね中学入試問題を、うん、まあ、そのざっくりまとめるとね、結局その今回 の、 その平先生のね、うん、最初の話に戻るんだけど、それは、うん、やっぱりそのいろんなその試作といっても、うん、あのファンタジーではないですから、はい、そこにやっぱり視点とか視野とか視覚とかそういう物の見方が多様にあるわけだよね、うん、多様に、うん、だからまあ麻布の国語算数理科社会のその問題に全て集約されていたと。なるほど、前回の、うんうん、いいんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、来週新先生が算数、うん、そうですね、新先生見ていただきます、ね、やってくれるね、はい、それから2番目、その今までは教科の入試って言ったらこの A1、A2、A3、B1、B2、B3 で武蔵とか麻布も B3 で寸止めしてたから、
一見クリエイティブに見えるんだけれども、ある程度正解が想定される問題を出していた、うん、ところが今日ね、鈴木さんと一緒に見てきたように、うん、そうでもなくなってきてると。で、はい、この緑のところがニューパワースクールが出している思考力型の入試ですね、うん、C3 まで出してるわけよ、はい、それは、うん、でそれがここ、うん、C1、C2、うん、ここのところを2か4かでも出してきていると、うん、で従来型のこの赤い部分だけで出している学校だけが多分グレーになっていくと思うんだよね、うん、それはね、あでグレーのどっちにっていうのがね、うん、それは、まあ、これからどっちに行くかってことですね。そう、うん、そういうような、まあ、こういうふうに市場がこう分かれていて、うんうん、まあ、今年の2か4かでもこのC1、C2 っていう新傾向な問題を出してきてる、うん、これいい傾向だよね。そうですね。で、うん、さっきのお話のその帰国生、はい、帰国生もそうは言っても A1、A2、B1、B2 で出している入試もあるんだろうけれども、うん、やっぱりその思考力テストに準じているような、しかもそれは英語で、うん、っていうその入試問題が出てるっていうことでいいんだよね。まあそうですね。だからまあ英語の問題自体はね、うん、オーソドックスってオーソドックスなんですけど、うん、そもそもが日本の受験の問題のような問題じゃないじゃないですか、うんうん、向こうの英語の問題ってね、うん、だから書かせるの基本ですし、うん、で、まあ、緩いっていうか、そんなに厳密な答えを、まあ、例えば日本のように30字以内で答えなさいみたいな、うん、ないでしょ普通、うんうん、もちろんエッセイの時にね、うん、何百ワードとかいうのはあるにしても、うん、あれ本番の時になかなか出せないと思うし、うん、日本のように原稿用紙のようにマス目書けないから、うん、数えるのも大変ですし ね、 確かにね、うん、だからコンピューターでやるテストじゃない限りはなかなかワード数を、うん、切って、ね、この60分とか時間の決められたテストっていうのはしづらいっていうのもあるでしょう、うん、そうすると出題そのものが少しこう、まあ、柔らかいというのかな、うん、表現がちょっとうまく言えないですけれども、うん、あんまりきっちりかっちりでもない、うんうん、読めてればそれはまるでいいんじゃないのっていうね。これは採点基準もちろん学校の先生によるのでどうなのか分かんないけど、そういうテストっていうのはね、C 軸の問題になりやすいじゃないですか。なるほどね。採点基準どうするのかっていう議論になると必ずその論理的思考のところに問題を落とし込まないと、じゃあこんな回答あったらどうするんだとかいうふうな話になっていきがちですよね。そういう意味で僕はその英語のね、まあ、おそらくネイティブの先生が作ってるであろう入試問題っていうのはもともと C 軸、うんうん、でそれを見たいっていうか、それを見るのがテストの、うん、まあ、役目っていうんですかね。別に何か暗記してきてほしいわけじゃないから、うん、っていうふうな問題がやっぱり目につきますよね、うん、エッセイにしても、ね、小説詩にしてもね。だからこれは、うん、その、まあ、日本の教育がね、うん、単元形式 で、はい、でよくほら定期テストの点数は取れるんだけれど、うん、初見の問題は取れないっていう子はいますよね、うん、そうですね、うん、それってやっぱりこう一つ一つの個別の事実は分かるんだけれど、うん、新しいその事実ファクトに対して応用が効かないわけでしょ、うん、でそのなんで応用が効かないのかっていうことについて、うん、あんまり日本では話題にならないよね、うん、だから学習指導要領の枠の中で、うん、共通テストができちゃう。それはだからやっぱり習ったことに準じちゃう、うん、そうですね、うん、でも実際に C 軸っていうのはクリティカルでクリエイティブだけど、やっぱり向こうはね、いい悪いは別としてやっぱりコンセプトの C なんだよね、うんうん、そうでしょ、コンセプトの C ね、はい、だって全ての事実を記憶することは人間できないじゃない、できないね、うん、だからある程度その A と B と C で、まあ、共通しているコンセプトを見出したら D、E って出てきた時にそのコンセプトを適用するってやるわけじゃない、うん、そのコンセプトを科学だと、自然科学だとそれが一般法則になるわけだよね。でそれを数学も理科も適用するという、うん、そこまでを考えさせるような問題がいよいよ出てきたと、うん、はい、いうことかな。そうですね、まあ、IB の影響も大きいかもね。うん、まあ、200個作ろうぜっていう、今130個ぐらいできてるのかな。うん、そういうことかな。まあ、ここはまた、うん、別立てで、はい、実はね、スキルっていうことをやるとみんな嫌がるんだよね。
なんか受験テクニックとか、うん、いやそれはそうじゃなくて、うん、そのコンセプトを考えるときにスキルが必要なわけよ、うん、だからメタスキルっていうかな、はい、でもほら何言ってるか分からなくなっちゃう、これに。いやそんなことないでしょ。いやいや、うん、鈴木さんと僕では分かるけど、いやいや、うんうん、一般にはまだちょっと分かりにくいから、うん、これをどうやってうまく、うん、うん、ね、あの視聴者の方と、うん、あの共有するかっていうのは、うん、課題なんだけれども、そこのところに行っちゃってるよね、やっぱりこの C1C2、うん、まあ、C3 はもう、うん、あの1000字書きなさい、800字書きなさいって、うん、まあ、字数がね、そうなるけど、うん、C1C2 はまだ200字前後で、うん、あの対応できるから、うん、それはでもそれの鍵は僕思うんだけど、はい、やっぱりここのねグリック の、うん、あの英語の先生方だよね。あ、別に文法とかさ、うん、ボキャブラリー教えてるわけじゃないじゃない。そうですね、あれだから小学生っていうのもやっぱ一つ鍵で、うんうん、なんか小学生にね、そのいわゆる英検準一級一級もちろん受けて受かってる子いるんだけど、じゃああのボキャブラリーとグラマーをね、うん、家庭法過去完了とか知ってるかって、それ知らないんですよ。なるほど、うん、知らないけどこうは言わないだろうっていうのを、うん、膨大なリスニング量からね、うん、勘で言ってんだよね、うん、ある意味その勘が大事なんだよね。そうだけど、それだけのインプットしてるから、うん、これ変って思えるわけでしょ、うん、そういう感じで習得してるのが小学生のうちのやっぱ英語で、うん、まあ、それをずっとね大人になるまで継続するのがいいのかどうかっていうのは、まあちょっと置いとくとしても、うん、小学生のうちにそういうふうに言語を習得するあり方っていうのは、うん、これ帰国生がいい証明になってると思うんだけど、うん、それで、ね、それこそ哲学授業とか英語でやってるわけだからさ、うんうん、そこの直感を哲学的に少し、うん、まあ、形式値に変えるんだろうね、うん、彼らはね。そうだからそこは高校あたりで、うん、言葉の置き換えの問題で、うん、別に変換日本語にトランスレートしてるわけじゃないんですよね、うんうん、そうだね、うん、そうなんだ、うん、そこら辺がニューパワースクールと、うん、あの従来の、うん、受験市場、はい、でも今回でもそこに気づいている保護者、当然、うん、保護者もそうだし、うん、この御三家の今日見てきた、ね、まあ、会場なんかはもうそこに完璧に気づいてるよね、帰国生が多い学校はそうですよ ね、 すよね、うん、だから それで僕はね色分けがやっぱりできちゃうかな、うん、それは、うん、だから入試問題っていうのは意外と学校選択の時の、うん、大事なデータになると僕は思ってるんで。そうですね、それは、まあ、今までは難しいか優しいかっていう話だったよね、うんうんうん、どうやらそうではないね。そうですね、うん、まあ、このあたりのね情報、うん、まあ併願って、まあ、お母様方にしてみれば、うんうん、要するにうちが行きたい学校の併願校どこがいいんですかっていうね、うん、割とそういう直談聞き方で来るんだけど、うん、もちろんね、それはだけど、うん、なかなかほら偏差値表みたいにして表しづらい部分だから、うん、実はこういう入試問題から、うん、まあ、キャッチしていくっていうことが一つの方法なんですね、うん、もちろん直接授業を見るっていうのも手ではあるけれども、だからこれ面白いのは、うん、例えば三田国際にみんな行きたいと思うじゃない、はい、で三田国際の過去問をやるよね、うん、そうすると他とあまりにも違うから、うん、その子どもたちはまた覚える問題なのって他の学校でね、うん、仮に他の学校併願して入試問題見た時に、うん、でやめるんだよそれはそうすると三田国際みたいな、うん、その入試問題を出すのはどこって今度例えば清学院行くじゃない、うん、今度は清学院の思考力入試を受けるとあのセミナーがあるから受けると、うんうん、清学院でなければもう役に立たないような高度なことをやっちゃってるから、うんうん、でそれを他の学校にも適用すればいいんだけど、まださすがにね小学校6年生そこまでいかないでしょ、うんうん、そうするともう1500人しか受けないんだよ、うんうんうん、だからニューパワースクールはもしかしたら、うん、併願は何でもいいではなくて、うん、相当、うん、そのセレクティブになっちゃってるんだね。そうだね、そうかセレクティブかな、うん、さっきの英語の話でちょっと思い出したのが、うんうん、小学校 3,4 年生ぐらいまで英語でね、うんうんうん、一生懸命まあ勉強してきて、うんまあ、一生懸命勉強っていうか、まあ、例えばプリスクールみたいなところで英語環境でやっててとかね、で、まあ、実は海外経験もあって幼稚園の時に海外に行ったからそれを保持するためにそういうところ行ってて、うんうんうん、でやってきたけどやっぱり中学受験で断念せざるを得ないかっていうのは、うん、さっきの言葉のね日本語がどう思うっていうところって結構お母さんとしては不安になるところなんでね、なるほど、うん、
でもちろんその日本語しっかりしていた方がいいんだけど、うん、その日本語しっかりっていうのがどういう点でねしっかりなのかっていうのは、うん、ちょっとこれをねあの、うん、中学受験業界にもしかしたら石投げちゃうかもしれないけど、うん、波紋を呼ぶかもしれないけども、うん、いいんじゃない？その日本人だし日本で暮らしてるし、うん、その家庭で日本語使ってるんでね、うん、あの母語が日本語であるのは当たり前なんですよ、うん、で別に母語ないがしろになんかしてないし、うんうんうん、それは普通に出てくるんだよね。ただその高度な日本語力っていうのは確かにあると思うんですね、うんうん、あのエッセイ書いたり将来的に大学受験に必要となる、うんうんまあ、高度な文章を読み解く力、うんうんうん、でこれもでも年とともに年齢とともにね、うんうん、この能力は上がってくるんだけど、やっぱ小学校4年生5年生ぐらいになってくると、うん、そのちょうど狭間でさ、うん、今までまあ英語でずっとやってね、うん、日本語多少よくても英語でやってきたのでそれでいいんじゃないかっていう人にその転機が4年生5年生になってやってくるっていうのが、うん、なんか見てると一つ の、うん、あのお母様方の悩みなのかなと。最近僕はね、うん、大丈夫ですよ日本語はって言っちゃってるんですよ。大学受験大丈夫そんな子ばっかりあの入ってますってね、うんうん、だってそうじゃない、まあね、本間さんも見てるけど、そうだね、うん、帰国するとずっと海外にいてね、まあ帰国受験だから事情は違うにしても、うん、漢字はみんな iPhone でしたね。でも総合型選抜のね、まあ、あのもちろんそうじゃないって言われる方もいらっしゃるかもしれないけど、比較的そういう子がグリークからは行ってるんですよ、うん、で何ていうかな、思考力っていうのはそういう母語の積み上げとはちょっと違う、うん、それこそ経験から学ぶっていうところがあるから、うんうん、もちろん言語は大事なんだけど、うん、英語っていう言語によってね、うん、その辞書を把握する力っていうのは必ずその子の思考力に役立ってるんですよね、うんうん、そうだね、うん、まあ、だからそういういろいろなそのファクトを何、うんうん、ていうかな、転移させるっていうかな、うん、まあ、トランスフォームさせる力、はい、そ結局だからそこだよね、うん、でも逆にその英語と日本語の両方をやることによって、うん、その正確な英語正確な日本語ではなくてそこの両方にこう転移ができる柔軟なその何、ね、ていうのかな、そこら辺は日本の教育でははっきりさせてないから言葉が見つからないけど、うんうん、まあ向こうの人はそれをコンセプトって言うんだけどね。だからそれはすごくしっくりきますね、うん、あのだからよくセミリンガルって揶揄されちゃうけど、うん、両方とも中途半端だとかね、うんうん、でもその僕その中途半端っていうのもよくわからないっていうかね、うん、あのそういうふうに見る水準が、うん、その日本語中途半端になってますよっていう、うん、その水準は何なんだろうかっていう。だって日本語だってもともとは共通語って人工的な言語ですよ。日本語っていうのをどっかが作ってさ、うん、それを私たちは書き順とかさ、うんね、その配当漢字の中でさ、うん、学んできたわけじゃないですか。そう、うん、そうなんだよ ね、まあ、それはそれでまあ大事は大事なんだけど、うんうん、そうだな、まあ、本当にそこを、まあ、そこはあんまり深掘りするのは良くないかもしれないけどね。でもまあ、うん、最近そのなんだ強化横断型だとかさ、うん、領域横断型って言われてるっていうことは、はい、今の話だよね、うん、それはね、うん、で結構そういうことを言っている、はい、強化横断型だって言っている人が、うん、いや正しい日本語かって言い始まるわけよ、うん、これ一貫性のなさね。これだからね、はい、なんかそこはねちゃんと、はい、まあ、一回このテーマでちょっと、うん、そうだね、やりたいですね。でもあのちょっとオリビア先生はこう、うん、オリビアさんも、ね、あのだってトリリンガルぐらいでしょ。だもんね、うんうん、だからその東南アジアの人たちはやっぱり、うん、だって中国の方だって、うん、中国でもいっぱい中国があって、はい、それで学校で習う中国と習わない中国を、うん、そうするとあの習わない中国は書けないんだよね、うん、いろんな問題やっぱりあるって、ね、なんか方言っていうレベルじゃない、そうそう、全然違うって言いますよね、うん、だからそういうものを乗り越えようとしている、うん、その人々とさ、うん、それがグローバルシチズンだよね、うん、それは日本でさ正しい日本語と正しい英語とかさ、うん、あんまり言われてもね、そう、そこにわかんね、やめてよ、正しい日本語正しい英語、うん、まあ、セミリンガルなんてやゆする必要ないですよ別に、うんうん、それは英語ももっともっと上達するし日本語ももっともっと上達するし、誰だって途上じゃないですかね。そうだ ね、それいいね、誰だって途上、みかんっていうね、みかんリンゴじゃなくてみかんだよね。それはね、はい、うん、まあ勝手なこと言いましたけど、
でもこれはまたいずれ、あ、また過ぎてるよ、はい、ね、時間過ぎちゃいました、ね、はい、問題はある程度全部、うん、そうそう、これで、うん、これでまとめで、うん、はい、今日は終わりで、ここの、うん、あれ思考構造についてはさっきの話でいいですか。そう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 、で、まあ、あの麻布の、うん、まあ、集大成、集約されてるので、うん、麻布のその算数以外のことに関しては前回の、はい、うん、あの私たちのこの YouTube をご覧いただければ、ね、はい、いいかなと思いますね、うん、はい、あの麻布受ける受けないとかじゃなくて、うん、あの今回の大きなテーマ、うん、ですからね。そうですね、まあ、思考力っていうところの背景、うんうん、ね、時代との兼ね合いとか、まあ、今こういかに時代のこう転換期が来てるかっていうことがね、垣間見えるような、そういう問題ですよね。本当にそうですよね、はい、で来週、うん、来週、はい、いよいよ新先生、新先生、はい、うん、ということで算数をですね、新先生にいろいろ解説していただくと、うん、ね、これがね、はい、今回の共通テストの数 1A がちょっと違ったんだよね、うんうん、それは、うん、あ、もちろんあの選択肢だから解き方それ自体はあんまり変わらないんだけれども、はい、アプローチの仕方が少し変わっていて、うん、っていう、まあ、それはちょっと数学の先生方で話題になっていて、うん、まあ、その単純に数式だけで解く、はい、その命題論理だけじゃなくて、うん、まあ、集合論的な、ちょっと集合論っていうのは言語なんだね、結局ね、そのそっちの両面から迫っていく数学っていうのが、うん、あのこれから授業の中で必要じゃないかみたいな話があって、多分、うん、その新先生との やり取りの中で、うん、中学受験の算数も、うん、あの同じような傾向になってくるかもしれないけれども、うん、ほら僕が話してると難しいでしょ、何言ってもさっぱり分かんないって言われるからそこを分かりやすく新先生に、ね、具体的に解説していただければ、うんうん、そうですか、嬉しいな、はい、うん、まあ一応来週授業の後にね、うんうん、ギリギリまで授業やってるんですけどね、また慌ただしい感じ、慌ただしい感じでちょっと、うん、申し訳ないですけどね、そういう形で来週はじゃあ算数の話を届けたいと思います、うんうんうん、しかも分かりやすく、そうそうそう、はい、難しいけど分かりやすいですよね、はい、ということでぜひあの楽しみにしていてください、はい、そんなわけでまた今日もあの時間ちょっとオーバーしてしまいましたね、はい、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします、はい、じゃあ、はい、よろしいですか、こんなところで、はい、じゃあありがとうございました、さよなら、また来週、さよなら、失礼します。